守らねばならん。モンハンライズに登場する新モンスターはどれも妖怪がモチーフとなっている。和の世界観を彩る要素としてさまざまな作品で扱われている妖怪。一体どのような妖怪がモチーフなのか、それを解説していこう。鎌状に発達した前足と尻尾を持つ新モンスター、小型の出鬼鬼と引き連れ三位一体の連携攻撃を繰り出してくる。元ネタはカマイタチ、カマがついたイタチの妖怪で三人組であり、つむじ風に乗って現れ人間に切りつけると言われる。前足や尻尾にはカマをモチーフとした鋭い爪が存在しており、三人組で行動するなど、元ネタの要素をうまく落とし込んだモンスターであることがわかる。イタチとは言いつつも、顔はキツネやヘビに近いことがわかるほか、設定画では、口裂け女もモチーフとされていることが判明している。名前の元ネタは、オサプラスイズチ。このイズチ、については諸説あるのだが、イズナ、とも呼ばれる妖怪、クダギツネ、のモデルとなった、イズナ、というイタチ科の動物が存在する。このイズナをもじって、イズチという名前になった可能性がある。一本足で立つ姿が傘のように見えることから、山頂、と呼ばれているモンスター。目玉のように見えるトサカを持ち、これを用いて威嚇する。モチーフとなった妖怪は、カラカサ小僧、と、単調ずる。カラカサ小僧は、一本足で一つ目のついた傘の妖怪。長い舌がある場合もあり、広く知られる妖怪の一つである。翼を畳んでいる姿が傘に見えたり、トサカの模様が一つ目、に見えるなど、カラカサ小僧の要素がこのように落とし込まれていることがわかる。もう一つのモチーフ、単調鶴は、頭頂部が赤くなっている鶴のことで、頭の赤い模様という部分で一致しているほか、寝る時などに一本足で立つという鶴の生態も、明けのシルムの様々な行動で見ることができる。また、名前、アケノシルムの、シルムはドイツ語で、傘を指す言葉である。餌を見つけると砂利ごと飲み込んでしまう食欲旺盛なモンスター。食事をすると体が膨れ上がる特徴を持つ。好物はウリナマコ。モチーフはカッパ。天狗、鬼と並ぶメジャーな妖怪であり、水辺に住み、頭に皿がある、背中に甲羅がある、などの特徴を持つ妖怪だ。他のモチーフとしては、名前の通り、カエル。また、特徴的なくちばしから、カモノハシも入っていることがわかる。カッパは相撲好きということもあり、いくつかの相撲要素が存在している。アオアシラとの縄張り争いでは、相撲のようなものを披露しており、四つ見は胴の、四つ見は、相撲の型の一つである四つ見、から来ている。また、尻尾は腰見ののイメージと考えられるが、ミノガメ、とも推測できる。藻がたくさん生えた亀のことを、ミノガメ、と呼ぶのだが、こちらもモチーフとなった可能性がある。大社跡に登場するタヌキのような生物。体内に可燃性のガスを持ち、膨らんで体を大きく見せているという生態を持つ。元ネタの妖怪は、文武器茶釜、という、茶釜に化けた化けタヌキ。広く一般的に知られている妖怪の一つである。膨らんでいるその姿は、文武器茶釜が正体を表した時の、茶釜に頭や手足、尻尾が生えた姿がモチーフになっていると考えられる。また、文武茶釜のモデルとなった、モリンジの釜、は、百竜夜行の元ネタ、妖怪画集、今昔百鬼集位、にも登場しており、百鬼夜行とも関連があることがわかる。名前の語源は、文武茶釜プラス、ムジナ。
タヌキは別称としてムジナとも呼ばれるため、ここでのムジナはタヌキを指していると思われる。月明かりに照らされた姿が女性に見えた、というエピソードや、水中を自在に泳ぐ姿から、人魚竜、と呼ばれる新モンスター。モチーフとなったのは、人魚。世界各地に伝承がある生物で、上半身が人、下半身が魚類、とされる妖怪。喉の器官から眠り粉を振りまくという特徴があるが、アイルランド民話には、人間を歌で眠らせる、メロウ、という人魚の伝承が存在する。イソネミクニの特徴である眠り粉は、歌は喉から出す、ということで、このメロウの歌、がモチーフの可能性がある。名前、イソネミクニのミクニ、とは、ビクニ、を指していると思われる。ビクニとは二層、つまり女僧侶のことで、彼女たちの被り物がヒレの形とよく似ていることがわかる。また、ビクニといえば、人魚を食べたことで800歳まで生きた、ヤオビクニ、の伝説が有名であり、こちらがモチーフとなっている可能性もある。恐竜種のような羽がある特徴的な腕に加えて、尻尾がとても発達しており、手足のように使うことで攻撃してくるが獣種の新モンスター。別名の通り、モチーフとなったのは天狗。天狗は山伏の服装で、翼があり、空を飛ぶとされるもの。一般人にも馴染み深い妖怪だ。顔がくちばしのようになっているため、その中でもカラス天狗が近いと思われる。名前の語源は、ビシプラス、天狗。尻尾が手のように見えることから、ビシュ、の名がついたと考えられる。また、英名がビシャ天、であり、仏教の神、ビシャ門天をモチーフにしている可能性もある。ビシャ門天は、天狗で有名な鞍馬山、にある鞍馬寺にも祀られており、ここから来ているとも考えられる。ちなみに、攻撃の一つに柿を投げる行動が存在するが、これはビシテンゴが猿であることから、昔話、猿カニ合戦で、猿がカニに向けて柿を投げつけたことがモチーフになっていると推測できる。いかがだったでしょうか？発売前情報のため、これが 100% 本当の話というわけではないですが、こうして調べてみると、それぞれのモンスターに様々な元ネタがあって面白いですね。今回は、このあたりで一旦解説を終わりにさせていただきますが、もし次もやってほしいという方がいれば、コメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。また、動画が良かったと思ったら、とても励みになりますので、もしよければ高評価や、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。